っちゃった。ほら、あれ切れた、あれに入ったんだろう、土壇棒に巻いちゃった。あー、土壇棒かな。あおめでとう。あー、バレた。バレた。バレた。食った。たけちゃんまた食った。おい、言っていい？俺がマク食べにタケちゃん当たってるからよ。ふざけんなと思ったんだ俺は。だってただ取ったつもりになってるって、俺がマクたんだと思う今と思った。何言ってんだよ。やばい、ビールが3本目いっちゃってやばいな、こう時間配分間違えた。うん、あ、当たってる、左の前だ、やっぱりほら左の前だよ。あー、参ったよ。そんなの持ってくるからダメだ。俺もう9時には帰れんのかと思って。そうそうそう、小松までこうやって竿掛けに、竿掛けに、あれ置けない置けない、あ、当たってんだって。それは普通なんだよね、全然当たってかねえもんな。ちょっと想像したのとちょっと違うよね。そんなことないですよね。え、だって昨日さ、6時にトップ9本だから、またあれなんじゃないの、昨日の夜巻き網が入ったとか言うんじゃないの、どうせ。かよ、うまくいかんの。俺これ 6m ねえか、このハリス。俺間違えた、測り間違いか俺。あれ4キロないなこれ。やだ、俺昨日酔っ払って作ったからこれ3キロしかねえよ。今また結ぼう、最低だなこれ。何やってんだ俺は。ハリス 4m しかなかった俺。今から縛る、もう。あれ、まさかこんな事態になると思わなかった。マジかよこれよ。いつもこうだっけ、僕たちの暑い夏はこうだっけ。もうやっぱり昨日までは良かったんですけどね。嘘でしょ。これがいけないんだよ、これが。嘘でしょ。これ
こんなでかいの。こんなこと起きないでしょ。持ってきちゃったらいけないんだよ。こんないっぱい人乗っけて。大松とかさ、なんだっけ、成銀、すごいことになる。この全員がね、嘘でしょって思ってるの。昨日の今日の。そんなこと起きる。俺だったらああいう船乗りたくないわ。物語ってのは本当面白いな。期待通りの期待。今日マジで俺もあの何富士で早上がりだと思ってたんだけど。昼ぐらいにはもうさばき終わって寝てる感じだったね。ご視聴ありがとうございました。またお会いできることを楽しみにしています。